違う。なんでこれ一つ取れないけど、これ取れてもいいじゃん、こんな下がってるなら。やっと一体、1時間、いや約2時間やってやっと一体と出会った。こんな一生終わらないペコよね。ちょっと来た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 、ミコ先輩が来ましたよと。しけてんね。あっさり見つけてしまったらスワンペコね、なめてるね。出るわけないだろ、あっさり出てたらペコラはもう出てるペコよ。プププー夜だ夜、飲もう。あの早急に助けにしてくれたマーケージャーか、グランギニョルって。いたー、なに来たー、よりこっち待って、いやー、おっ、勝ちたい勝ちたい、勝ち取りたいものもない、無力な子はカーリーニャな。ミコ先輩にとても会いたい。ペコラ会いたい。戻れぞ、戻れぞ、家に戻れぞお前ら。タンタランタラン、タッタランタラン。ミコ先輩、ねえねえ。おい、おい、ちょっと先輩、やばい。やめろやめろペコ、見て、タッタラー。じゃあミコ先輩の家をめがけて、わっしょい。やべ、よいしょ。ここでトライデントをね、取りに、来ているんですけども、はい、実はもう1本目取っちゃったんですよ、トライデント。放送裏で1本取れまして、ツイッターでお知らせしたんですけど、トライデント、実は出まして、実はここ、ほら、すぐ出るんですよ。この海、すぐ出まして、なので、もうどんどんやっていこうと思ってまして。ほい。届かない。そう。嘘。久しぶりに死んでしまった。トライデント戦をね、ミコ先輩とかペコラとかふぶき先輩とか、なんかみんな通ってきた道をね、
私もちょっと行くかなと思って利用。あの辺がね、氷地帯なんだけど、あの辺で狩りをしようかなと。ごくごく。めっちゃ軽い。なんかさ、ミコ先輩の配信見てた時にさ、思ったけどさ、あのドロップした時が気づきにくそうだなって思ったんだよね。あれも持ってないね。お、来た来たね。落とせ、お願いします、落としてください。この通り、何でもするとは言ってない。落ちなかったね。落ちなかった。あ、え、落ちてる。え、あ、あ、え、あ、あ、あ、ちょっと帰りましょうちょっと一回帰りませんか。え、あの帰りませんか落ちた落ちた狭いところでの撮影となりますが、どうよ。近っ。え、かわいいちょっとかわいいね、私の好き。なんか壊れた。もうダメだ、おしまいだ。そうですね。帰りますか。5000いくつの2000でしょ。全く出ないのに応援してくれて。全く出ないのに見てくれて本当にごめん。トライデント、猫はもうもらえないのかな。トライデント来てるよ。だってやり持ちじゃないでしょ。やり持ちじゃないのは興味ないよ。え、やり投げたって言ってた。いつかの仕返しだよ。